ブラーツク中心部ブラーツクはロシア連邦の都市。バイカル湖の西側、イルクーツク州の中部に位置する。人口は二十四万六千三百十九、二十四万三千九百人。在留邦人は金賞。アンガラ川と丘川の合流点に近い。アンガラ川をブラーツクダムによりせき止めた、ブラーツク湖、ブラーツク水力発電所が有名である。ブラーツク国立工科大学。 並びに、イルクーツク国立大学の支部がある。国際空港を持つ。ブラーツク周辺に、ロシア人が進出したのは1631年で、あり、ここに要塞が建設された。1940年代には、水力発電所を建設するため、当地へバム鉄道が延伸されており、シベリア抑留で動員された、日本人の多く支役された土地である。 人口が飛躍的に増加したのは1955年にブラーツクダム及び水力発電所の建設が始まってからである。大型土木工事の労働者は全国のコムソモールからの参加も見られた。完成後のブラーツクの人口は20万人を超える規模となった。1970年代のブラーツクダムには共産主義それはソビエト政権プラス全国の 電化であるというウラジミール・レーニンの言葉が掲げられた。発電所の最大出力は400万キロワットと当時、世界第2位。ブラーツク市は、豊富で安価な電力を生かしたアルミニウム製錬や、周辺の森林資源を利用したパルプ製造などが行われ急速に発展。人間と自然が織りなす壮大なシュベリア開発の複合式発展は、ブラーツク方式と呼ばれ、 ソビエト連邦の発展を示す事例として権限された。欠片の気候区分であかん体湿潤気候に属する。中央シベリアの都市では比較的過ごしやすい気候とされる。ありがとうございます。